よし。準備完了。これが新ニズゼルファ的なやつか。忘れられた地に降りますか。いや、降りはしないっす。ここに行きたいっす。うわ、なんと空中に時空の歪みが生じている。どうやら歪みの奥には不気味な空間が広がっているようだつと、この中から世界を滅ぼしかねないほどのまがまがしい闇の力を感じます。勇者ヨダーとその仲間たちを、この時空の歪みを生み出した闇の力をどうか止めてください。うわ、時空の歪みに突入して闇の力の戦いを挑みますかつって、これね、ニズゼルファ超ニズゼルファジャが出てくんの？何回ニズゼルファと戦わせんのよつって、何ここ、どこからともなくこの世のもとは思えないおぞましい声が響き渡る。何これ、許さんぞ、許さんぞ、このような世界など我らは決して認めぬ。闇が世界を落としなるし時こそ、この世界のあるべき姿、それをねじ曲げ、魔が繁栄せし世界を、我らを否定し生きる者どもよ、我ら決してお前たちを許さん。うわ、怖い。ウルノーガじゃえ、ウルノーガじゃん。過ぎ去りし時を求める前のウルノーガじゃん。我らこそ世界を滅ぼす怨念にして最悪なり、今度はお前たちの時を喰らい尽くし、すべてを無に返してくれるわ。うわ、もう、何、選択の余地なしでいきなりボス戦。これが真のラスボス、真の裏の裏の真の裏ボス、ドラゴンクエスト 11S 最後のラスボス。来たな、失われし時の厄災たちは宙を舞って移動しまった。なるほど、ウルノーガシステムですね。順に倒していくんだな。おっつな、煉獄かよ、ついよ。え、ちょ、もう死んだんですけど。ってんだ、倍切ると？839？ ちょっと待って。これ今レベル、だいたい全員80前半なんですけど、これ多分ね、レベル足りんわ。あ、やっちまったな。やっぱさすが裏ボス。さすが裏ボス。ちょっと強さが限界突破してるわ。マヒアドで、あ、裏からも攻撃してくんのか。マズンかけといて、あ、いや、760、わ、たちょっと待って。あ、しかもスカラとかかけてくる感じで、523。はあ。え、だって今バイキルドかかってないのに、ロー一撃で持ってかれたけど。あ、そう、守備力上がっちゃってっから攻撃して、うん。今オーロラの杖ってやつを装備してるんで、良い効果打ち消されるんですけど、あ、そうですか、ちょっと出直します。よし、もう討伐のために強化よ。あ、まずは確かもう一個メダルがあったぞ。10枚スタンプして、一番最後最後の最後、裏ボス、真の裏ボス前にやっと手に入れた。はい、小さなメダルもこれでコンプリートでございます。メタキン装備辞典。ありがとうございます。これでメタルキング系の YYY 剣体験ブーベランに槍に盾に、つって、OK。皆さんおめでとうございます。ついにこのページのメダルスタンプをコンプリート。OK。これで、でもなんかちょっと余ってるよね。メダルスタンプ帳オールコンプリートですぞ。スタンプ帳を埋め切るものが現れた。メダル女学園創立以来初の快挙。やはり私の目に狂いはなかったですな。しかし、スタンプ帳は終われども、小さなメダル集めの道をまだまだ続くの続くのつって、スタンプ帳をコンプリートしたヨダさんには、お、メダルと交換で豪華景品をプレゼント。あ、結構敵から盗めたりするんで、余分に手には入れられたんですよね、小さなメダル。では、メダルと豪華景品を交換してから私に足掛けください。つって、メダル集め生徒会長。生徒会長になっちゃうの、メダル集めてくれて。いやもうちょっとちゃんとした選挙活動を経て生徒会長になる。王立メダル女学園へようこそ参りましたつって、あ、なるほど、今、小さなメダル2枚余ってますが、それと交換でこういう、はい、素材を交換できたり、お、 MP 完全回復、エルフの飲み薬、大進化、あ、奇跡の木の実っすね、ゾーン状態になるやつ。こういう感じなんですね。はい。
2時間かけてたっぷり仕上げました。もうね、ここまで来たら大丈夫。ちょっとご紹介していきましょう。まずグレイグ、英雄王の盾兜鎧全部プラス3にしました、まずこのグレイグ作戦としてはグレイグの仁王立ちで奴の強力な攻撃を全部こいつで受けてやろうと、で隙あらば光の体験に持ち替えて、全身全霊斬りって感じですかね。英雄王の剣はそのままですがプラスつけてません、で主人公、今ちょっと銀河の剣装備してるんですけど、基本盾持ちなんですが、二刀流ね、銀河の剣と勇者の剣回か、このプラス3の二刀流でやってやろうと思ってまして、で理由がこの銀河の剣が攻撃時に、ね、24% 敵の守備力を下げるっていう効果があるんですよ。なので剣の舞でやっていけば結構いいんじゃねっていうのと、あとなんでこう片手剣にするかというと、この勇者の剣もですね、良い効果を消す効果があるんですね。あいつ結構バイキルトとかスカラか、やってきたんで、そういうバフ効果をこれで打ち消せれたらラッキーだなぐらいね。まあサブ的な感じですわ。でセイナちゃん、ちょっと神々の踊り子スタイルってちょっと別な格好にしましたが、メタルキングの盾作ってやりました。これメタルキングの盾3、結構属性攻撃やってくるんで、これでね属性ダメージを軽減しつつって感じで、でこの蒼天の塔がこれもね、もう賢者装備からこっちに変えました。属性ダメージ軽減、かなりいろんな攻撃してきそうな感じがあるので、まだ第一段階しかないですが、多分第二段階めちゃくちゃ魔法使ってくるような気するんですよ。なのでこの辺でガードしつつ、スーパーリング2つでもうちょっとショートヘアをねもう捨てて倒すことだけに集中したこの装備で、シルビア使っていこうと思ってました。見てこの豪華な盾、ウロボスの盾、あえてメタキンじゃなくてこのウロボスの盾にしました。かっこいい。でこいつももうねちょっと魅力を捨てて蒼天の塔が、属性ダメージ軽減で、ちょっと思ったのがですね、とにかく攻撃がやばいじゃないですか。だからやっぱりこうベホマとかベホマズンとかを絶えず使える状況にしておきたいと。で主人公セイナちゃんはもちろん使えるんですけど、シルビアってレディーファーストがあるんですね。レディーファーストで女性キャラとこう順番を変えれる技があるので、その時にこうセイナちゃんと変えてセイナちゃんになって、ベホマズンとかを使うっていうやり方もあると。だから正直シルビアもハッスルダンス使わなくていいなと、でバイキルトを主人公にかけつつ、攻撃は基本的にも主人公の剣の前頼みですよね、そうなってくると。で何回もイテツカハトとかやってくるんで、意外とシルビア、なんかバイキルトやったりなんだりかんだりで使えんじゃねえかなっていう感じがしました。で神ちゃんも蒼天の塔にしまして、この破天の月輪っていうものかすら、これとプラス3を二刀流にしました。でこれが一番強いブーメランじゃないんですけど、めちゃくちゃいいのは特殊効果、全ての敵に等しくダメージを与える。ブーメランってね、敵が多くなればなるほどダメージが減っていくんですけど、そのがないんですねこれ、であいつがウルノーガモドキなんで、おそらく第一段階が左側、第二段階が右側で、最後両方とも相手にすると。でそうなった時に 2体に一気に攻撃できるこのブーメラン技が非常に重要なんじゃないかっつって、でダメージ減衰のないこのブーメランを使えばより効率的にダメージが与えられるんじゃなかろうかということで、このブーメランにしました。でさらにメタルキングの剣プラス2個作りまして、やったでしょ、もうやってきたわこれ。残り1匹になったらこのメタルキングの剣、二刀流にして、もう心眼一線ですよ、じゃこじゃこ打っていこうと。そんな神ちゃんで、ベロニカ、これでしょ、これクロニアンコスタイル。ちなみにこのクロニアンコスタイル、黒猫の被り物と、あと聖夜今装備してないですが、神の踊り子の服、これヨッチイベントのドラクエ9のリュッカの宿屋っていうところあるんですけど、そこでなんか買えましたね。なんか多分クエストクリアできるとなんかショップがオープンして、なんか5万ゴールドぐらいしたんですけど、4つぐらい売ってて全部5万ゴールドぐらいしたんですけど、そこで手に入れた装備で、この黒猫の被り物のところちょっとめちゃくちゃふざけてるんですけど、結構いい装備でして、これダメ、この属性軽減があるんですよ、これいいなっつって。でセラフィムのローブ、これも属性軽減あります。だからもうトコシエ装備を外してこんな格好にしました。で
さらにこのオーロラの杖がこれバフ効果を、打ち消す効果があります。でこれもまあおいおいシルビア一人だとねちょっと怖いんで、まあ、シルビアは無知で総力極流無知っていう技でバフ効果を打ち消すことができるんですけど 100% ね、まあ、ちょっと1枚じゃ怖いんでベロニカに、でローでローにこっちの強い方の杖ですね、か緑の杖なのかしらを持たしました。でローはあの特技で相手のバフ効果を消す特技があるんで、まあ、ローもそれができる、でまあちょっといい感じのねこの最強装備この辺もまあ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 、でこのゼウスのマントがねこれも全属性ダメージ軽減あるんで、まあ、ちょっとローの出番が来るかどうかちょっと分かんないんですけど、そういう感じで最後マルティナですね。マルティナは特に変えてないかな、一応、神の竜の武道着が確かまだプラス3じゃなかったんでプラス3にして、まあ、スーパーリングもつけてという感じで、ただねちょっとこれなんだろう戦った感じいつもだとねこの主要メンバーに、まあ、カミューとかマルティナとかこのダメージを入れれるやつを2枚入れていきたいところなんですけど、ちょっとカミューとかマルティナだとどうしても回復がちょっと怠るので、っていう感じかな。なのでまあ攻撃も回復もできる勇者、まあ、1枚で、まあ、ちょっとシルビアも入れつつちょっと様子見ですね、でレベルも全体的にプラス3レベルぐらいやりました。まあ、ちょっとなんとなくレベル80台でまとめた感じですね。なんとなくちょっと90までいくとちょっと面白くねえかなってことで、ちょっとこの布陣でいこうと思います。ちょっとダメだったらもうレベル上げかな。もうちょっと装備としては多分もう考えうる最高のことを準備してきたので、まあ、これ出さなかったらまたレベル上げだね。ちなみにこれ僕、冒険中は種系ですね、一回も使っておりません。ノードーピングでございます。全部あるよこれ、超力の種とかも使ってないしね、力の種とかも、バニラ状態よ、バニラ状態種使ってない状態をバニラ状態っていうのか分かんないけど、よしこれで挑んでいこう。よし再び、よし、そしてまずは左側の竜形態のみになって、よし、ただでもダメージ属性攻撃を防ぎつついきなりめちゃくちゃ来るやん。でこれいきなりはまずシルビアだね。シルビアまずはバイキルトとかそんなね、そんなことは言わずにレディーファーストでセーニャちゃんにはいバックでセーニャ、これもたまらずバイキルトをじゃなくてベホーマズンで全体回復していきましょう。よしいいですね。でセイニちゃんそのまま行きますんで、仁王立ち予定のグレイグにスカラー OK で、あ主人公 OK でここで、片手剣を2つに、そしてこれ盾装備してなかったら主人公やられてたな危ねえ危ねえ。あで剣の前うまくいったら守備力下げれるよ、おら入る入る入る返しの刺激、バイキルトやられた。オッケー。で、グレイグは、ここは、はい、ニオウダチです。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 うわー、ルカナンやってきて、厳しい、危ねえ、今誰だ、主人公か。どうすかね、ちょっと怖いから、ベホーマンをグレイグにかけとくか。これもうグレイグやられたらおしまいなんで。オッケー、グレイグ片付けないっつって。攻撃力上がってるね。どうすかな、ここは、女神の祝福。これ HP2 以上で即死免れるんで、これは非常にでかい、グレイグにかけとく。安定感が増すでしょう。瞬殺されないからね。で、はい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 。でも相手のほら、ここへポイント。作ってきたこのグレイプリルのムチ、これをに持ち替えまして、極竜ムチで、てめえのバイキルトおしまいじゃ、おら全然効かん。まあでもダメージじゃないのよ、ダメージはどうでもよくて、ダメージは気にせず、はい、バイキルトは打ち消せたね。でもここはグレイグは続けて、ニオダチ、おいニオダチ主人公か、ここはもう剣の前にやってきますか、おいちょ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 い420、いやーこのミリの攻撃で、ほらこれよこれよ、女神の祝福、
これよ、これがあるだからいいのよ。レディーファーストをセーニャちゃんにして、後でつって、でセーニャちゃんに変えまして、セーニャちゃんたまらずこちらベホマをグレイグちゃんにかけリング。 OK、 もう一回セーニャちゃん来るかな、あ来ないか、ピオリムとかやってくる、ちょっとよろしいな。で今は誰だ、セーニャちゃんか、セーニャちゃんですね、セーニャちゃんですね、セーニャちゃんだな。 OK、ここは、うん、女神の祝福切れちゃったんでグレイグにかける、うん、これ結構女神の祝福は結構重要だな。あルカナ200にかか、危ねえ、仁王立ち考えちゃうね、仁王立ちしかしないキャラなのに考えちゃう。でも主人公はもう剣の舞で押し続ける舞、おいしょ、あこの400ぐらいのダメージで結構きついな。全然バイキルトをできるチャンスがない。セーニャにレディーファーストで OK、 ここはもうセーニャちゃんベホマをグレイグにかけましょう。グレイグ様つってかけて、よし、整のいい、ここはどうすっかな、全体にスクルトかけましょう。うん、ちょっと守備力下がっちゃってる、直接攻撃が多いのでスクルトかけて相手の物理に耐える。長々しい戦、あ呪文耐性と、なんだ呪文耐性と回復魔法力が下がったのか。まあまあ ほぼほぼね、ベホマズンとベホマしかやんないから関係ねっつって、これ仁王立ちしまして、はい、ドルマドン298でシルビアか、相手は、あまあ、お守備力下がってる、あさっき守備力下げてたのか、全然気づいてなかった。ここはある程度ちょっと余裕を持っていけるんじゃないかというところで、バイキルトをじゃあ主人公にかけましょう。バイキルト OK、 攻撃力アップで、セーニャちゃん回ってまいりました。ここは回復量下がって、ちょっと MP もな、結構ちょっと温存したい感じはするが、ベホイムでいいかな。いやいや、ケチってちゃダメだ、グレイグにベホマ OK で主人公だね、剣の舞、よし、あらーいいねいいねいいね、攻撃力が上がってさらに入る、よし、お盾で防いだ魔法も盾で防げるぜ、93いいぞ、安定してきてるぞ。主人公剣の舞で、あらいいねいいねいいね、押してるぞ、不敵に笑っている何がおかしい、全然笑えないわ。あーどうすかな、ここちょっと、魔法守備力が下がっておるので、星のオーラでマジックバリア効果入れておきましょう。で呪文耐性 OK、 これで元に戻ったね。でグレイグチャンニング仁王立ちリングで OK、 おでおシルビアに回ってきた。シルビアやることねえな今、大体うんやれることやってるし、バイキルトもかかってるから、ちょっとリベホイムをグレイグにかけとくか、より回復量をちょっと増やしておきましょう。うーデスク波動痛い、あ、いてつく波動ってあるんだな。聖者の聖者のね、女神の祝福も消えちゃうんだな。ちょっと嫌ですね。仁王立ち。で、主人公か。ここちょっと怖いんで、安全圏狙ってグレイグにベホマかけといて、うわぁ、バイキルト。ちょっときついぜ。ここは女神の祝福をグレイグにかける。やったシルビアに回ってきてくれ、お願いだ、よしよし、計画通りで極竜鞭を行ってバイキルトを打ち消す。 OK、 いいよ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 、うー耐えろ、よかったよかったよかった、ほいほいほい、いやこれちょっとこのレディーファーストがめちゃくちゃこれ重要技だね。今までレディーファーストだってね、マルティナとかベロニカにばっかり使うような技だったけれども、まさかセーニャにこんだけレディーファーストする時が来ようとは。でほんま、ここは主人公どうしよっかな、いやもう剣の舞だな、オッケー剣の舞、よしよいしょ、まだまだ硬いぜ。でここはスカラかな、どっちだ、いや祝福入れとくか、こっちの方が重要だな、うん、祝福入れときましょう。マヒャテトス、うん、いや重すぎんのよ、400とか。仁王立ちを継続、うわゾーン状態、あこれはやられるのは、お一発耐えた、あやられちゃった、
ありがとうグレイグ、君のことは忘れない。ザオリクをグレイグにかけます。で、読み替えて戻ってきてセーニャちゃんになるのは素晴らしい。ベホマをグレイグにかけましょう。オッケー。うわ、スカラか。で、シルビアか。ここ難しいな。ここ難しいぞ。どうする？極竜道やっとくか。極竜道優先でいくか。え、ミスった。ミスることあるんかい。うー、アッシュルビア死んだ。シルビア死にました。うわ、一気に崩れたら一気に崩れるな。日本語一気に崩れたら一気に崩れるな。ベホマーズン、OK。 で、主人公でザオリク、シルビア助けておく。ここで誰だ。グレイグに来る仁王たちで全員を守る。グレイグが耐えるか。体勢とかいろいろ下がる。よし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 、なんとか取り戻した感はあるね。ベホマをグレイグ、オッケー。シルビアか。いや、ここは欲張らずに、ちょっと守備力相手は上がっちゃってるけど、レディーファーストセーニャちゃんにやって、いや、ちょっとスカラが重要だわ。グレイグにスカラかけて、ドロバド、耐えろ。OK。で、セーニャに回ってきて完璧よと。セーニャちゃん祝福。OK。で、主人公に回ってきたら嬉しいけど、回ってこなかったよ。ここはちょっと仁王立ちですね。で、主人公、おう。で、今ちょっと攻撃しても大したダメージ入んないんで、ここは、ベホマズンをグレイグに入れとくか。回復、回復状態を維持しつつ、よしよしよし、相手のスカラ消えました。メレアガイアも耐える。いや、ほんと一瞬のボタンの掛け違いで一気に崩れるね、こいつ。あー、仁王立ち。 OK。 あー、シルビア、ここはちょっとシルビアのヒットポイントも少し回復させておきたい感じか。どうする。いや、ここはあれだな、レディーファースト、セーニャちゃんで、セーニャちゃんに入れ替えつつ、一旦ベホ、待っちゃった、危ね。回復魔法力は下がってるもんね。ベホマをグレイグにかけとこう。で、完全回復させておき、笑ってやがる。笑えねえよ。ああ、オッケーオッケー、セーニャちゃん来た。で、ここはちょっと嬉しい感じでございます。星のオーラで、はい、マジックバリアで、OK、呪文耐性が、まあ、なかったんで、うわ、縦弾きは嬉しいわ。いてつか、どう。ああ、消えちゃった。ああ、やめてー。次の前。おら、久しぶりの攻撃だよ。んで、ここは、攻撃は絶対にさせない極竜打ち。OK。で、ここは、スカラをグレイグ。オッケー。うわぁ、効く。スカラ入れてこの攻撃量だもん。半端ねえよ、マジで。セーニャちゃんに変えて、グレイグにベホマ。よしよしよし。油断も隙もねえぜ。よし、主人公。ここはもう剣の前行っちゃいますか。ほら、どうですか。まだ落ちない。ベホマをグーレイク。OK。マイキ、眠りません。でも、だいぶちょっと、整ってきてる感はあるね。次の前。おら、ここは、レディーファースト、セイニャちゃん。で、セイニャで、女神の祝福、グレイグ。ほんで、またセイニャちゃん。ここちょっと星のオーラかけとくか。で、呪文耐性もつけつつ。いいよ。何回ゾーンなんだよ、こいつ。うわ、回復量と呪文耐性が落ちて激しい。おお、盾、嬉しい。あ、これ結構重いのよ。で、セーニャちゃん、ベホマ、グレイグ。いやー、セーニャちゃんの MP がきついな。ここはレディーファーストで一旦セーニャちゃんに譲って、セーニャの星のオーラだな。で、主人公で剣の前。
おら、わめらがいや思いのよいや。うぅ、よし、やっとこれバイキルトできるチャンスじゃねっつってやっとバイキルトできるチャンスじゃねっつって、久しぶりだなおい。主人公バイキルト、いや久々に1000ダメージよ。あー、せいかなかった。うわー、せっかくバイキルトやったのに、鉄子、おー、第1段階やっと突破長かったー。こう、あ、そうか、凍てつ波動やって消えちゃったから、なんだっけ、あれ消えちゃったんだ、あれだって、あれ、女神の祝福、あ、女神の祝福をグレイグレイとくか。うわ、なんだこれ、え、消費 MP が倍になっただって。うわ、グレイグセーフ。あ、しかもルカネンケー、あー、やられた。あ、いや、ちょっと待って、これドルバド何回行動すんだよ、勘弁せよえ、待って、消費 MP が倍、うわ、ちょっと待って、ペホマ、ペホ、ちょっと待って、見てこの MP の消費量、ペホマズンとか128使うんですけど、マジか。え、これ特技も、あ、特技もだ。これ回復アイテムとか持ってこなきゃダメだね。そっか、そういう準備も必要なのか。もうしょうがねえよ、何も持ってきてねえもん、ザオリクやるしかねえわ。シュー、あー、召集グレイグ、オッケー。で、シルビアか。うわー、ちょっと待って、どうすっかな。いや、もうしょうがねえよ、レディーファーストでセーニャちゃんやって、まあ、これ多分何ターンかしたら消えるでしょうから、もうしょうがねえ、もうこれ。一応MP 完全回復アイテムのエルフの飲み薬は持ってきてるので、これは後でやるしかねえな。とりあえずもうベホマズ、ばあ、ちょっとベホマズはねえか、グレイグ、よいしょ。ここでセーニャちゃんに来ました。シルビア、いや、グレイグにあれだな、女神の祝福。うわぁ、じゃんじゃん来るじゃん、じゃんじゃん来るじゃん。よし、OK、もう主人公は MP 回復するから、もうベホマズの128いってこう OK、 全回復。うわ、全然ダメージ入れられないんですけど、全然やってる暇ないんですけど、しょうがねえよ。あーあー、エルフの飲み薬をしょうがねえ、聖内にかけよう。はい、MP 完全回復。で、セーニャちゃん来ました、リングで。うわぁ、こいつはなんだ？こいつさっきは魔法攻撃ばっかりしてくるんで、星のオーラでマジックバリア効果。うわぁ、やっとグレイグだよ。で、仁王立ち。あ、晴れた。え、メタパニーマ？いやぁ、でもスーパーリング2個つけてるんで関係ない。やっと整いました。やっと、やっとよ。あー、剣の舞。おら、いや、これまだまだきついな。これちょっと一回ハッスルダンス打っとくのもありかな。オッケー。お、イオグランド、やっぱり魔法使ってくるよね。うわ、400。あ、またこれか、勘弁してまたこれかっつって、もうしょうがねえよ、ペホマやるしか。48よ、消費 MP48 のペホマよ。グラグレイドとかお前も打ってくんの、向こうから。ダメして。え、でも MP、あれだな、マジックバリア効果ついてるんで、まあ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 、ありですね。意外とハッスルダンスが、なんか、ローコストで、完全回復できるかな、回復できるかな。うわ、きく、何今の、えー、あなた攻撃も強いの、魔法だけじゃないんだザオリクを称えるしかないんだよな、ここはな。あ、主人公か。あ、でも意外といいんじゃね、主人公もう剣の前しかやることないでしょ。 OK、 おれ、会えるね。あ、回復量が落ちました、呪文耐性も落ちます。で、今シルビアになっておりまして、ここはもう特技の、ハッスルダン、あ、間違った、ハッスルダンスしちゃった。違う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 、レディファーストしようと思ってたのに。剣の前、おら、守備力減らしたよ。あ、いや、でもここはもうちょっと、もう星のオーラしかないでしょ。魔法ダメージちょっとやられちゃきついから。あ、でゾーンに入って、おい、カズチ、うー、ドルマドン重いドン、ちょっとダメージを分散させたいな。マジックバリアやっとくか。
OK。 で晴れました、笑ってやがるで守備、おいいねいいね、これいいとこに来た。でレディーファーストでセーニャちゃんに変えといて、セーニャちゃんベホまでグレイグ、守備力は落ちてるのでここで剣の舞を入れていきましょう。おらいいね、絶対レイド、いやもうパンチが重いのよベホマラ、ちょっと壁役に全然なってないスクルト、えい、で主人公剣の舞いい、おら、でもこいつは結構あれだな、意外とダメージ入れやすいな、左のやつよりも、ドラゴン形態よりも。あー今シルビアか、どうする、仁王立ちばっかりやってたけど意外と4人で受けた方がいいかもしれないな、なんかなんとなく、どうすかな。あシルビア今これちょっとあれだね、バイキルト入れれるタイミングだな、主人公にバイキルト入れときましょう。でイオグランデがみんなにずんぶり入る、わーこれですよこれですよっつって、いやーちょっときついな、ベホマラーでさえ64も使います、これはきついですね、きついですね。まあでも削ってられないか、ベホマラー、ベホマラーかな、グレイグか、これちょっとなんか作戦戦法変えるかな、さっきからずっとグレイグ壁役にしてたけど、グレイグもちょっと攻撃打ってこうか、全身全霊切り、うん、おら、メラがいいや。で、おお、またグレイグか。全身全霊切り。はい、おいしょ。あー、誰だ？シルビアか。ここはどうする？ここは、レディーファーストセーニャちゃん入れといて、セーニャちゃんで全体にちょっとスクルト入れとくか。OK。で主人公のこれで多分第二形態落ちない、さすがにまだいかない、あそうですか結構ダメージ入れてるつもりなんだけれども、あでマジックバリアそろそろ消えそうですね、消えそうなのでちょっと星のオーラ入れておきますか。 OK、 なんかもう耐性めちゃくちゃついてるよ、全然入らない、わ入るな、普通にマジックバリア入れてんじゃないの、全然普通に入るじゃん、メダパニーマー効かないニーマー、で、そろそろ切れない切り張れない、切り張れない。あ、そうですか。あーグレイグ。ちょっと、グレイグ、ベホイム。セーニャちゃんいるとこか。で、主人公を剣の前。おら。いやー、おー、イテツだ。これ、来るな。イテツく波動が終わって、はい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 。こういう感じね。これやった最終形態ってことでよろしいでしょうか。さてどうすかな、ここはちょっとハッスルダンスでヒットポイントを少し余裕を持たせつつ、マヒャデドス入りますね、うわードルマドン、きついなあのなんだろうね、戦ってて途中でね言葉がたまに出なくなるぐらいきついわ、あーきついな、いやもうここはちょっともうあれだな、しゃあねえよ、ベホマズンしかねえわうん、いやもうベホマズンしかねえよ、いやそこで晴れるんかい、うわ煉獄かい、いやちょっとちょっとつって、あーきついな、ちょっと一回勇者ちゃんこれ縦に持ち替えて、もう一回ベホマズンいっとこうか、はい、でシルビア、シルビアになりました、シルビアになったのでここで重要なのは何だ、何が重要なんだ、ちょっと立て直したい、立て直したい、レディーファーストセーニャに行って、ここはスクルトかな、うわー重っパンチ重っ、ベホマ、もう回復ばっかりよさっきからやってることは。 OK、 でちょっと一
一旦盾持ちに変えまして、マジックバリア貼っておきましょう。オッケー。痛い、いや、スクルト入れていて痛かった。ここはハッスルダンスですね。うわー、これですよ。これ来ました。核変タイム来ました。核変タイムにはスクルトをかけておきましょう。で、主人公よし、 MP も20回復しておきながら二刀流、やっとですよ、攻撃。ほら、よいしょ。で、グレイグは今は特にやることがないので、光の体験に再び持ち替えて全身全霊ギル。ほら、いいね。痛い。うわ、ちょ、重すぎんだって。あ、ちょっと待って、あ、ちょっと待って、あ、ちょっと待って、よし、耐えた。面白いやつだな、俺は。もうたまらずベホマよ。120、あ、足りない MP。 そうですか、主人公にベホマ。いやー、これなんかあれだな、回復アイテムを読み間違ってるな。アイテムも必要だね。なんか固くなにアイテム使ってこなかったけど、いろいろ準備すべきだな。とは言いつつ回復状態になりましたので、バイキルトを主人公にかけましょう。 OK、 攻撃力がプー。いやー、今攻撃力グレイグ下がってんだよな。いや、でもやることないな。全身全霊切りか。はい、おら、やっぱり攻撃があまり入りません。せっかく攻撃力バイキルト上げたのに、攻撃力まだ下がってたん、下がってたんじゃん。どうすかな。ここからね、戦いのドラムを使って攻撃力を上げましょう。OK。で、攻撃力が上がりました。ヒットポイントは皆さんいかがでしょうか。なかなか厳しいですね。MP も全体的に厳しいでございます。ここちょっとエルフの飲み薬、あと1個あるけれども、もうちょっと耐えるか？ハッスルダンスだな。よいしょ。完全回復。セーニャちゃんに戻ってきた。セーニャちゃんが今やることといえば、星のオーラ。うん。こういうね、MP 確変タイムはこれで乗り切る。よし、これで、攻撃力が普通に戻りましたので、全身全霊切りをぶちかます。ほら。うわ、絶対レイド。お、晴れた。切り晴れた。え、ちょっと待って。二人ともゾーン状態にならないでよ。メラガイアーつって。うわ、効くな。重いぜ。聞くぜ、レディーファースト。セーニャちゃん、どうぞ。で、セーニャちゃんで、ここは、マズンだな。マズン。OK。で、セーニャちゃん、ちょっとこれは、セーニャちゃん自身に2回目のエルフの飲み薬を使っておきましょう。はい。いいね、いいね。いいよ。いいよ。いい感じよ。全体的にいい感じ。よし、これで、また二刀流に持ち替えてからの剣の舞。お、黄色になった。やっと黄色か。まだまだだな、この戦い。全身全霊切りはいけますか。いけますね、全身全霊切り。おら、あー、カミカミカムカム、ペッて吐かれて毒になるやつ。あ、でバイキルト。お、でもここでちょうどいいタイミングでシルビアになった。あ、シルビアずっとムチ装備してたか。お前盾装備しとけよ。だからシルビアめちゃくちゃダメージ食らってたんか。はい、極竜鞭。 OK。 で、これバイキルト消えます。あ、ゾーン状態も消えるのかな。あー、2人カムカムされてんのか、この野郎。全身全霊切り一刀両断、入るね。で、弾き飛ばされて結構効くじゃん。で、毒よ、笑ってやがる。もうずっと笑っててくれ。ここはちょっともうあれだね、勇者の盾に持ち替えて、もうベホマズンかな。痛い。やべ、これま、なんか、そろそろ連携技来るんじゃない。今はセーニャか。スクルトかな。あれ、ちょっと、極竜鞭ってゾーン状態消せるよね。これは超ラッキーじゃね。極竜鞭をこっち。おら、どうですか。おーし、ゾーン消えた。
連携技を未然に防ぐ、そんなナイスプレーよ。いいよシルビア、いい働きしてるよ。シルビアがこんなに活躍してることはない。うわ、グレイグももう MP16 しかないの。あっそう、ちょっと MP を温存しとっかな。あとスクルトとかマジックバリアとかも使いたいからな。おいおい、ちょっと普通の攻撃だな。200か。いや、このミリ攻撃ってまだ2匹普通に生きとるの。いやー、これシルビア死んだ。おお、生きてる。お前なかなか死に損ないが。あ、そうやるね。 OK、 ここはちょっとシルビアはあんとレディーファースト、セーニャちゃんでデホマラーかな。まずんか。いや、まずんだな。うん、ちょっときついね。ブジョップップで主人公を、両手に変えまして、剣の前、あら、うわ、入るね、そういうの好き。あー、ちょっとシルビアのマジックバリアが切れそうだな、そろそろ。だからちょっと星のオーラ入れとこうか。 OK、 グレイグがなんかちょっと機能してないな。ここはもうちょっと、そっか、もうここは逆に盾になっていただいて、守備を固めていただいて、通常攻撃をぶん回していただくってことで。おい、わあ、相手つく波動ですもの。いてつく波動ですもの。レディーファーストをセーニャちゃんにして、セーニャちゃんで、ここスクルトの方が重要かな。スクルト入れておきましょう。で、またセーニャちゃんになりましたので、星のオーラもかけておきましょう。おい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 。で、主人公です。猛毒に侵されております。今だ、まだ二刀流だね。で、剣の舞をこっちへ。おら、ドルバドン。うわ、きつい。グレイグ、なんだ、控えメンバーの MP をこっちに分け与えてくれるシステムが欲しいわ。ああ、攻撃、おいしょ。もう普通に切りつけることしかできません。うぅ、耐える。ギリギリ耐える。これきついな。主人公の MP も切れかけております。ここはたまらず勇者の盾に持ち替えて、これあれだな、に変に二刀流にしたい。ずっと片手剣持ってた方が安定すんのかな。 MP もね、回復しやすいし、もうマズンしかないよね。ういマズンで、グレイグ攻撃かな。攻撃しかできないんですよね、グレイグ。負けなっせん。どうすかな。セニャちゃんに私、あ、バイキルトでもよかったか、主人公に。そうね、バイキルトでもよかったな。ウェイ、うん、いやん、ピオリムとかやるんか。で、セニャちゃん、ベオマラ、ウェイ、うわー、ズボン状態、うわー、おめーおめーおめー、あー、ベホイム、おい、これちょっと主人公はこのままちょっと勇者の盾を装備したままにしておきましょう。しましょう。で、剣の舞を、こっちへ。おら、お、あー、そっか、カオスマダンテっつって。どんだけ入る。うわ、強いよ。いやー、もうね、笑うしかないわ。お先に。いやもうね、なんつったって笑うしかないよ。あ、でも言うて一目と赤かも。いやー、これちょっとアイテム揃えたら倒せる気すんな。レベル90いってないんすけどね。 OK、 うわー、効くぜ。ここはちょっとマジックバリア入れとくか。主人公はちょっとここは一旦休憩。セーニャちゃん、ベホン、まあ、はいはいはい。あー、出たー、核変タイム。核変タイムが入りました。
シルビアです。シルビアエルフの飲み薬を一応1個持っております。あー、これちょい使っとくか。待って、セーニャに残しておくのか、それとも主人公に使っておくべきか、ベホマズンのために。うわ、これちょっと分かれんな。グレイグはもういらないけど、いや、主人公に使っとくか。ベホマズンをいつでも打てるような状態にはちょっとしておきたい。で、セーニャちゃん、うん、で、ここでセーニャちゃんでスクルトできるのはちょっと嬉しいよ。 OK。 うわー、重いぜ。でもスクルト入れといてよかったぜ。ヨーランで来るぜ。でもマジックバリアが入ってるのでなんとか耐えます。で、グレイグで、グレイグなんとね、これ賢者の石持ってるっていう思い出したかのように賢者の石。 OK。 うーん、ハッスルダンスしかないのかな。うーん、難しいな。攻撃力を上げたい気もするが、主人公にバイキルと言っとくか。賭けだな。で、セーニャちゃん、うん、うーん、ヒットポイントは少し回復させたい気もするが、あー、難しい、難しいな。ここちょっと星のオーラでちょっと濁しとくか。MP はかなり回復しております。バイキルトも入って、相手は守備力1段階下がっております。落ちるんじゃない、どう。1112、久しぶりにいいダメージ見たぜきついぜ、きついやつだぜ。どうしますか。ハッスルダンスかな。ハッスルダンスしかないよね。いや、もうこう押していこう。おら、落ちてほしい。絶対レードが絡む。イカズチ、うわうわっつって、いや、もうこれベホマズンしかねえよな。あー、もうベホマズン以外ないわ。しょうがねえ、しょうがねえ。グレイグは特にやることないな。攻撃だな。はい、94あ、晴れました。あ、カムカムあ、カムカム、やめて、カムカム。でもまあまあ、今はまあ整ってるね。剣の前、おら、どう、落ちない。あ、バイキルトやんの。ちょっと待って、うわー、ちょい、カムカム。これ相手セーニャちゃん、ここ防御だな。で、出てくる。いや、バイキルト込みのこれ吐き吐くなのかな。うわー、して、ここ出るかなんかよ。うわ、ちょ、うわ、最悪。ここまで頑張ってこれたのは誰のおかげいや、どうしよう、ちょっと待って、これこのタク難しいぞ。どうする。いや、ちょっとでもダメだ。バイキルトを、な、口番ね、バイキルトを残しておくのは非常に危険。ここ一回バイキルト晴らしいの。うわー、ゾーンになりました。あ、やばいやばい、ちょっと待って、ちょっと待って。あ、オッケーオッケーオッケー。ふぅ。落ち着こう、落ち着こう。ここちょっともう、ごめん、主人公にこだわってられないわ。いやー、主人公生き返してーなー。よし、最終兵器ベロニカを投入じゃ。みんな何をやるか分かってるね。まずん。あー、でもあれだな、カオスマダンってやられたら終わりだ。来た、みんな何をやってるか、何をやる、口はね何をやるか、みんなもう分かったね。うん、マダンテだね。左落ちろ。よし、落ちたよっしゃ、いやしいぞ。で、ここで主人公を戻し、棺桶状態の主人公を戻し、シルビアに戻ってきたのをいいことに、レディーファーストでセーニャに戻し、セーニャでザオリク、うん、で、セイニャちゃん。いや、このセイニャちゃんありがたいな。星のオーラ。こちら。うわ、いてつく波動やるんかい。うわ、しかも1匹になったら、それが3回行動してくんだよね、こいつ。どっから声出してんだ。ああ、ここはもう黙らず、賢者の石しかないよね。で、主人公。いや、もうここベホマズンでしょ。いや、しかし主人公を蘇したのはでかい。
ドルマドン。いやー、ここまで来たんだ。なんとか倒したいぜ。うわ、きつお前どんだけやってくんだよ。いや、そろそろシルビア最後か。もう回 MP 回復アイテムもないぜ。黄色だもんな。そりゃそうだよ。一応ベロニカの、マダンって入れてっからね。あー、どうすかな。ハッスルダンスはもう使えない。レディーファーストしかないが、ペホマズンを使うのはちょっときついな。セーニャちゃんかな。セーニャちゃんに戻して、いや、まずはいかんでしょう。いけないから、ここはちょっと星のオーラでやって、主人公に回ることを祈る。そう来た。作ると固めて、そう来た。そう来ました。グレイグならば賢者の石。もうこれちょっとシルビア残しとくたく意味ないかな。シルビアが何かできるかっていうと、もうセーニャに行動を渡すことぐらいしかできない。そのセーニャももう MP がかなり底をつき始めているが、お前にできるのはあとはバイキルトを主人公にかけてやることのみ。よし、行こう。剣の舞。あれ、ここでセーニャに回ってきた。ベホマラしかないよね。オッケー。絶対レイドが我々を襲う。イオグランデまで襲う。パンチ。これシルビアからマルティナだな。マルティナも一応あれなんですよ、賢者の石持ってるんで、賢者の石でちょっともう耐え忍ぶっていう。今助けるぞ。よいしょ。オッケーオッケーっつって、ここはちょっと賢者の石で濁す。で、主人公で剣の舞、まだバイキルトは効いている。オッケー。いいよ、セーニャちゃん。どうすかな。星のオーラかな。よし、絶対レードきついな。うわ、バイキルトやんのかこいつ。バイキルトやるんかお前。ここは知る、いや、ローだな。まだ MP が潤沢にあるローに変えて、特技賢者の石、特技じゃねえや、これで賢者の石でちょっとから、よしで、バイキルトは怖いから初めて使うな。例の洗礼、良い効果を打ち消すよ。よし、でセーニャちゃん、MP も底をつき始めるが、ベホマラしか卓がない。主人公、これ主人公の MP がまだ潤沢にあるのが唯一の救い。剣の舞、ほら、やばヒャデドス。ローが一旦持つのかこいつ。入るぜ。うわ、205。でもってマジックバリアはいい感じだから、ちょっとこいつスクルトやっとくか。うわ、早い。あ、ちょっと待って、崩れかけた。うわー、うわ、耐えたぜ。ローは死んだけど耐えました。入れ替え、ローから、マルティナ出番よ。で、今誰だ、主人公、ベホマズンで、セーニャちゃん、いろいろ能力アップしているね。いや、 MP 回復させて。でもこいつ攻撃したところで大して意味ないし、あとベホマラーが1回使えるのみ。防御しかねえわ。いや、もう普通に攻撃するしかねえな。おいしょ、ミリ削っていくしかない。よし、いいぞマルティナ、いよいよ出番だ、デビルモード。よし、で主人公攻撃力落ちちゃいました。ちょっとこう戦いのドラム入れとくか。えい、セーニャちゃん、連携技なんかいいのある？ちょっと取っとこう。防御、うわ、スカラか。なんで攻撃力上げたよっつってんのに、うわしていいですか。お前分かってんな、いろいろ。お前さては攻略本読んできただろ。
どうしよう、マルティナじゃ全然よただず、バフ効果を打ち消すことができるのはあとベロニカのオーロラの杖しかありません。任せた。で誰だ、マルティナか。デビルモードかな。で、あ、いいね、いい時に来た。でこれを攻撃する。あ、ミスんなよアホ。剣の前、あら、まあ、全然入んねえ。防御、うわー、あ、なんで2回やった。マヒアデュドス、お前バカだな。さては。せっかく攻撃力上げてんのに魔法攻撃ばっかりやってくるやん。誰だ、マルティナ攻撃力のみが上がっております。爆裂客、おら、いいね、久々にいい攻撃だぜ。でペロニカ、オッケー、これで、はい、攻撃戻りました。ベロニカ取っといてもしゃあないのでグレイグに戻します。で誰だ、セーニャちゃん、あ、最後のベホマラーかな。で主人公を剣の前、あら、うぅー、くせー。うわー、これやっぱり壁なしだときくいね。いやー、やっとここまで来たのにな。ちょっとあと少し、うわー、もう赤なんだけどね、あと少し足りないんだよね。ケンちゃん、石、お、主人公ありがてえ、ベホマズ、えい、ここはマジックバリア、オッケー、セネちゃん、まだいける、まだいける、スクルト、オッケー、よし、耐えろ、うぃー、あー、MP 鬼め、この野郎、しかも守備力がめちゃくちゃ上がってるぜ、ちくしょう、爆裂曲しかないぜ、おら、あと少しなんだけどな。賢者の石、ここに、主人公、ゴリオスか、剣の舞、おら、マヒアデドス、ドルマド、うわ、入るぜ、セネちゃん、星のオーラ、賢者の石で回復、賢者の石で回復、グランデ、うわー、滅びる。あ、最終兵器カミューちゃんを連れてくるしかなかったか。任した。もうここはもうベホマーズしか択がなくて。MP128。誰だ、セーニャちゃんか。もう最後だな。最後のスクルトに望みをかける。OK。お、消えた。で、カミューちゃんに来る。メタキン。メタキン。頼む、一旦耐えてくれ、分身、うわ緊張する、燃えてきた、ここでゾーンは嬉しいな。爆裂客、落ちて、お願い、よいしょ、まだ落ちない。ヒットポイントは大丈夫、剣の舞、おら、どうだ、まだ落ちない、うわ、いて使う、うんねー、正気分身しないでやればよかったね。ああ、いよいよギリギリ、誰だ、セーニャちゃん、まだセーニャちゃんに星のオーラという役目がある。 OK、 もうしょうがない、分身なんてやってらんねえ、心眼一線くれ、おら、落ちないよね、頼む、落ちてくれ、攻撃するしかないんだ俺には、おら、まだか、あとどんくらいあんだこいつ、いや、急ぐな、急ぐな。安全圏のライ。ベホマズ。ベホマズン。うわー、で、ドルマドンが来る。一応、マジックバリア入ってるんで、なんとか耐えるかな。うわー、ゾーン状態のレア消え。よくらん。じゃんじゃんじゃん。じゃんじゃんじゃん。セーニャちゃん、星のオーラ。こちら。よし。セーニャ。どうもしてくれ。心眼一閃。どうだ、待って、落ちないか、まだか、爆裂客、ほら落ちてくれ、いや落ちねえ。でもベホマズは使えません。
うん、ここはグレイグも死んだんだった。そっかそっかそっか、もう剣の前しかねえな。剣の前押してくれ。おら、ダッシャー。お疲れ様でした長かった。え、何時間、1時間以上戦ってたよね。やったね。お、見たか。おい、レベル90いってるやつ一人もいないで倒したぜ。後ろの時の最悪と後ろの時の女が、やったやったぜ。あ、ちょっと待って、心臓痛い心臓痛い心臓痛い。よしよし。何、ヨーダーはヨーマのバニースーツと失われし時の砂時計を手に入れた。何それ、失われし時の砂時計には不思議な光の文字で238っておい、238ってかかったらしいですと刻まれている。どうやら失われし時の怨念と最悪を倒すまでにかかった手数が記憶されたようだ。どこからともなくケトスの声が聞こえてくる。勇者ヨーダーよ、邪悪なる失われし時の怨念と最悪によくぞ打ち勝ってくれましたね。ところで今あなたが手に入れた失われし時の砂時計には何やら時を乱す力が秘められているようです。そんな力いらねえよ。もしその砂時計を逆さにしたなら再び時空の歪みが出現してしまうかもしれません。くれぐれも扱いには気をつけるのですよ何回でも戦えるってことね。まもなくこの空間も消え去ります。さあ共に戻りましょう、私たちの世界ロトゼタシアへ。いや、ギリギリだったえ、こんなギリギリで戦える人いる？俺絶対無理だと思ってた。時の守護者、よっしゃ。失われし時の怨念と厄災に勝利し時の暴走を止めた勇者に贈られる称号。やったぜ。おい、みんなえ、見てこのボロボロの姿あ、やばい、ちょっと鼻水出る、鼻水。うわぁ、いや、なんだろう、振り返ってみて、キーは、やっぱシルビアのレディーファーストを生かしたセーネちゃんのプレイングね、エルフの飲み薬、3つしかなかったんですよね。だから多分本来ならこれ多分、今ちょっとこれ倒した後見たんですけど、インターネットで。これどうやら推奨レベル、レベル99。99で戦うのを想定した相手ですみたいなこと書いてあって。見てこれ！マックスでもベロニカとカミューちゃんのレベル89よ。おい、どうよこれこのドヤ感あ、強かった。やったぜ。で、ちょっと前半戦のグレイグの仁王立ちは余計だったかもしれないな。途中からちょっとグレイグの仁王立ちを切ったのは逆に良かったね。うん、なんか、あんなになんか固執するよりも全体でダメージを受け流しつつ、マスカラ、マジックバリアを耐えず入れつつ、隙狙って攻撃っていう、まあまあ結構、なんでしょうね、泥臭い戦闘でしたけど。まあでもなんだかんだで全員戦闘出たよね。いいとこ行ったんじゃないローもバフ効果、まあ、死んじゃったけど打ち消したし、まあ、ベロニカいいとこでね、あのマダンテで左側やっつけてくれたし、うん、いや、マルティナとかグレイグに賢者の石持たせていたのもなんだかんだでありだったな。いや、ちょっとカミューちゃんのがちょっといまいち活躍できなくてカミューちゃんね、心眼一世二刀流あんま強くなかったな。やっぱ分身ありきだね、カミューちゃんはね。いやー、でもやっぱりなんだかんだで主人公よ。いや、でもこの銀河の剣が良かった。銀河の剣で守備力減らしてたまにね大ダメージ与えられてたのも良かったし、バイキルトに固執しなかったのも良かったな。あー、やりました。いつもご覧いただいている視聴者の皆さんやりました、頑張りました、根性見せました。いつも脳筋プレイでやってましたけど、はい、どうっすかまあそんな低レベルじゃないけどね、そんな低レベルじゃないけど、でも推奨レベル99とかこのレベルで倒したと、まあ俺にしてはよくやったっしょ
疲れた、今この収録開始して約2時間経っております。編集多分あんまりカットしないで動画出すと思うんで長尺の動画になると思うけど、いやちょっと叫びすぎて今ディスプレイに唾がいっぱい飛んでるわ。あー嬉しかった。はい、ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価などよろしくお願いいたします。お相手は澤瀬ひかるでございました。はい、ありがとうございました。あ、脳に酸素足りね。よし、ちょっと手に入れたやつ見てみようぜ。多分あれだよね、バニーちゃんだから。来た来た、ヨーマのバニースーツ。死んでも復活する呪いがかけられた青いバニースーツ。え、でもめっちゃ守力下がるんですけど。うん、守力 1? え、待って。魅力が200なんですけど。特殊効果が戦闘中 HP が0になっても生き返る。装備すると見た目が変わるだって。あ、なにこれ。え、チート。え、チートアイテム。え、これ装備したら。うわ、あ、これあれじゃん。ブギーのさ、ところで、マルティナが、なんか、ブギーのバニーちゃんにさせられた時のあの格好じゃん。もう死ねない。死ねないんだ、これを着ると。うん。死ねないぐらいまで、僕ちにご奉仕しれよってことか。はぁ。ある意味無敵なの？え、これ死なない。ちょっと試してみようか。で、もう一つがこれですね。失われし時の砂時計。これ多分もう一回使うと、倒せるんだな、きっと。あ、使ったら怖いからもういいよ。せっかく倒したのに。多分あそこビヨーンって出るんでしょうね。ははーん。あ、ちょっと待って、そんな、あれだよ。ケチっててもしょうがない。ちょっと使ってみよう。失われし時の、これ、失われし時の砂時計を使ってみると、不思議な光の文字が刻まれている。どうやら失われた時の記録、あ、倒した記録ですね。さっきの238って、最短230、最短も記録するんかい。最短の手数と直近の手数が記録されてるんだ。この砂時計を逆さにし、時を戻せば、再び忘れられたとの上空に時空の歪みを出現させられそうだっつって。やってみよう。時を戻した。とてつもなくまがましい気配を感じる。どうやら再び忘れられた塔の上空に時空の歪みが現れたようだっつって。出る。出るんかい。よし、ちょっと正確なのは、ヨーマの、うん、バニースーツちゃん、ちょっと見てみようかな、ということで。うん。ちょっと使ってみましょう。まあ、守備力めちゃくちゃ減ってるんで、ギガデーモンあたりの強力な攻撃を食らえば、そこ、持ってかれるんじゃねえかなっていう気がするんですよね。どうでしょう。おい、来い、もう一回来い。あー、来ない。おー、やられたけど、復活。はー、無敵だ。でもこれでマルティナはこのパーティーでは絶対死なないってことになるから、まあやられることはないんですね。だからなんだろう、あの真の裏ボスもマルティナさえいれば、まあ時間はかかるけど、まあ必ず倒せるようになったってことなんですね。